社長、社長、はい、新しいバッグ、新調しようと思ってるんですけど、なんか、言い当たり教えてほしいです。新調することがいいな。はい、絶対に買ったらあかん、カバンが来たんよ。そうです。こう、知ってる？これ、中学生ぐらいの時にめっちゃ流行って、はい、キムタクが裏まで持ってたからさ、はい、あれを中学生とかさ、高校生ぐらいで持ってるのは、まあ、ギリよしとしようやん。はい、未だに社会人で持ってるやつもんだよ。年して。ゴミなんかなと思う、ほんまに。お前いつまでその時のカバン持ってんねんみたいな。ビジネスバッグじゃないから。カジュアルバッグやから。そう、荷物がいくら入るからといっても。ソーシャルショーは。うん、あとあれ、おろ、あんこってやつ、はい、イタリアンゴキみたいな、いくらついてるやつ。はい、あれも一緒。若い時はいいね。学生とかやったら、うん、マジで。社会人だったらもう絶対使ったらあかんから。服のブランドとかもそうや。昔着てたブランド大人になってまで着てる人とかおるやんか。うん、あれあかんで。自分、おっさんだって言ってんのに、同じもの使ってるってもう意味不明やん。自分と共に成長していいから、ブランドも。はい、でいいから、レンジを。昔使ってたそんな流行ったカバンとか、うん、絶対使ったらあかんで。買うな。ちなみに社長何使われてるんですか、俺も前教えたったやんけ、もう。新しいことあるんかなと。何個もあるよ、当たり前やん。バーキンやってないんですもん、俺は。エグいっすね。うん。これオーダーのバーキン。選ばれし者のバーキン。はい。まあ、帰るように頑張れよ。頑張ります。ありがとうございます。